6月4日月曜日、リビングライフの時間です。日本キリスト教団ベテル清水教会の井上です。今日もご一緒に聖書の御言葉を黙想いたしましょう。タイトルは、聖霊降臨はすべての人に約束された祝福です。聖書箇所は使徒の働き2章14節から21節です。使徒の働き2章14節から21節。そこでペテロは11人と共に立って、声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主の約束は必ず成就します。聖霊降臨の出来事は主が約束された言葉の成就でした。それは突然の出来事ですが、偶然の出来事ではありません。すべては神様の計画であり、必然の出来事でした。それは驚きの出来事であり、その驚きは変化を起こしました。最大の驚きとは不思議な現象にあるのではなくて、弟子たちの変化にありました。彼らはまるで酒に酔ったかのように多弁になり、大声で、しかも大胆に福音を語り始めたのです。聖霊に満たされると驚くような変化が生まれます。私たちも聖霊に触れられ変化した人たちを数多く見てきたのではないでしょうか。人を変化させるのは神の力、聖霊の力です。弟子たちの姿を見たときに人々は驚き怪しみました。中には酒に酔っているのだとあざける人もいました。するとペテロは彼らに向かって大声で言いました。14節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。注目したいのは、ペテロは私の言葉に耳を貸してくださいと言ったという、ね、自分の言葉で彼は福音を語り始めた。彼は無学でガリラヤの一漁師、その彼が自分の言葉で雄弁に語り始めたんです。聖霊に満たされる時、主が私たちの口を用いて語られることがあります。牧師は説教を語ります。信徒は証を語るかもしれません。聖霊が下った時、弟子たちは異言を語りました。異言というのは理性を超えた言葉です。彼らは他国の言葉で話し始めましたが、当然自分ではどこの言葉を話しているのか理解できない、
またあるいは威厳というのは解き明かしがないとわからない言葉でもあります。神様が語らせる言葉であって祈りの言葉でもあります。弟子たちは語りながら何を話しているのかわかりません。ただその言語がわかる人にはその福音が伝わった。威厳の祈りも神様にはその言葉がわかるわけであります。私は毎朝聖霊様、あなたを歓迎します、愛します、従います、今日もあなたが共にいて何をすべきか、何を語るべきかを教え導いてくださいと祈っています。神様はいつも何をすべきか、何を語るべきか、その時にふさわしく言葉を与えてくださるという経験もしています。特に誰かに福音を伝える時には不思議と縦板に水を流すように語るべきことが与えられて、そして自分でも驚くことがあります。ペテロが私の言葉に耳を貸してくださいと言って語り始めると、主の言葉が彼の口からほとばしり出てきました。かつてイエス様は弟子たちに言うべきことは聖霊が教えてくださると教えていましたが、まさにペテロは聖霊に満たされてそこで語るべきことを教えられ語り始めたわけです。ペテロや他の弟子たちはかつてイエス様の語られた言葉、聖書の言葉もよく理解していなかった。しかし聖霊に満たされて彼らはイエス様がかつて語られた言葉を理解し語り始めた。聖霊に満たされると主の言葉がよくわかるようになります。確信が与えられます。理解していない、確信していないことを伝えるということは難しいものであります。聖霊に満たされて彼らは確信を持って大胆に福音を語ることができた。そして彼は今自分たちの身に起こっている出来事は預言者ヨエルがかつて語っていたあの預言の成就である、そして主が約束していたことの成就であるということをはっきりと確信した。そして言いました。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにははしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。聖霊に満たされると聖書の世界が本当によくわかるようになります。身近に感じます。聖書のドラマが自分の人生の中のドラマとなって起こっていきます。聖書の約束が自分の人生の中に実を結んでいくようになります。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、この約束が今日皆さんの上に成就しますように、皆さんの人生にも神様の素晴らしいドラマが起こされていくことができますように、預言者のごとくに主の言葉を大胆に語るものとなりますように、ペテロのように主の言葉を確信を持って自分の言葉で証しするものとなりますように、主から夢や幻、ビジョンが与えられて歩んでいくものとなりますように、皆によって祝福します。19節から、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人を立ち上る煙である。主の大いなる輝しい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ヨエルの予言通り弟子たちの上に聖霊が注がれました。
すると彼らは聖霊に満たされ力を受け、大胆に福音を述べ伝え始めました。私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。人の働きを見るときにまさに印と不思議が示され、救いの御業が起こっていきました。なぜこのあとペテロが語る説教によって3000人ものユダヤ人たちがイエス様を信じたか、これは不思議な出来事であります。しかし聖霊のなさる技、聖霊が注がれるとき本当に不思議なことが起こる。福音が述べ伝えられ、各地に教会が誕生していったときにも不思議な御業がどんどんと起こりました。今世界を見渡すときに、リバイバルしている地域においても不思議なこと、神様は生きているというような御業が起こっています。主がそのことを示し、彼らを救いへと導いておられるというふうに思います。私は今 CGN テレビを通して24時間キリスト教放送がなされているこのことも不思議な御業だと思っています。クリスチャンが 1% も満たないこの国において、このような働きがなされるのは奇跡です。シュガーハー先生の心に夢を見させてくださった、そしてそれを実現させてくださった。主は不思議なお方であります。主は今も生きておられます。一人でも多くの人々がこの主の不思議な御業を通して、この番組を通して主の皆を呼び、救いに導かれる人が起こされるようにと心から願います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。弟子たちが変えられていった時に人々は驚き、ある人はあざけりました。しかし神様、これは神様の御業であって、そしてそのことを通して多くの人々に福音が伝えられていきました。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。どうか神様、この CGN テレビの働きを通して、この不思議な神様が日本の地に与えてくださった放送局を通して、主の皆を呼ぶ者が起こされますように、皆を呼び求めて救われる者が起こされますように、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。